for a fine night, Don Quixote. You won't get away with this, Krauser. はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード RE4 チャプター12やっていきます。で、あ、あるじゃん。ハーブ2つ。あれ、これ、宝石があるけど、どこだ？まずはハーブを回収するか。あ、これね。あと、あ、これか。ハーブがあるのは、でかいな。これで、完全回復が1回できる。あと、この先っていうか、この上か。もう戻れねえな、多分これ。なので、あの宝石はちょっと一回諦めて、先へ進んでいきますか。特に、もう、アイテムはないかな。これ、あっち側のエレベーターから来て、こっちに来たって感じだよね。誰？Leon, there's only time to say this once, so listen up. They took your friend to the top of the clock tower. If you hurry, you might get there before she turns into one of them. So you aren't heartless after all. I guess I should be thankful? Yeah, you should. これ何で通信してんの？携帯電話って感じではなし。あ、なんかいっぱい貼ってある。宝石泥棒。奪われた宝石を取り戻してくれ。巣に持ち帰った。傷のついたエメラルド売却。スピネルさん。サラザール家の辛いをし、憎きサモン、ラモン、サラザール。エディスら腹立たしい。肖像が、怪我してくれ。ぶつけるもの、何かぶつけてみるのもいいかもしれない。これ卵でしょ、どうして。さあ、お仕事だ。Welcome. まあ、特になんか増えてるわけではない。救急スプレーは例によってまだ置いておこう。で、修理するものは先に修理する。ボディアーマー5000円くらい。金がなー。アフラゴンがなんかいけるか。これ4つあるから、これ2つ使っちゃうか。じゃあデュオボーナスで、これをじゃあ売っちゃおう。14,400。まあまあまあって感じだな。だから四角い宝石がやっぱもう一個欲しいんだよね。威力 0.6、 0.7、 0.1 ずつ上がっていくのか。コンバットナイト、あ、これちょっと全部上げちゃうか。全部上げる金がねえけど。で、これはまた多分戻っちゃうっていうか、どこへ行くんだ、そもそも。こっちにはもう戻れないか。ここが封鎖されちゃってるからね。ここが封鎖されてるから、あれ戻れる？なんかわかんねえな。戻れるんだったらちょっとアイテム回収したいはあるんだよな。ハンドガンの弾、これは何？小さな鍵。あれ、小さな鍵ここで手に入るんだったら戻れないですかね。てか敵いる？ここ虫地帯だったよね。倒した残骸があるな。一応こことこことここにある。どことどことどこって感じだけど、湧いてきてる。あ、こいつどこだ。無限湧きではなければ、虫は耐久力ないから。あ、スピネルだ、やった。で、これが草食虫。完全に虫だな。で、向こうには、あれ、どうやって行くんだ、こっちか。ただまあ虫が湧いてきてる。そうか、多分この下が採掘場のゲーマグナムの弾だ。採掘場のあれだったんだな、きっと。で、中心部に行きながら、ハーブ、壺壊したい、玉と金で、どこだ、この先か。
この中か。じゃあ手榴弾でこれか。よし、宝石ルビーか。まあまあまあ、ここ結構スルーしたからね、全然取ってない。でどっちだ、ここ帰れる。あ、帰れるな。いや、いけるわ。いけるんだったら、ちょっと待ってね。控えの間。ここもギミックトレジャーがあるのか。ちょっと先に行こう。こっちへ。敵は、なんか、ちょろちょろちょろっとしか出なさそうだから。今のうちに探索をしておこう。ここ一回来たよね。で、吊り橋が落ちて。それでどうなったんだっけ。この中ってどうなってたっけ。中いるんだけど。はい。あ、虫がいるじゃねえかよ。最悪だ。早っ、これこれ、いってお、これもしかしてここ無敵地帯。無敵ってわけじゃないけど、開けた瞬間に、ちょっとライフルにしてるんだけど、どうだ、ちょっと1個使っちゃおうか。あ、帰ってってる。なるほど。じゃあここだな。ちょっと高倍率にして、虫も狙った方がいいんだね、一気に。てか虫を狙わないとこいつは死なないか。どうだ、なんか結構無駄になってる気がするけど。あ、来てんな。てかライフの弾もねえんだけど。どこ行った、あの虫。あ、来てる。あっちにも虫来たな。おーおーおーおおお、行って、ここら辺は当たるんだな。でも寄生する者がいなければ、あとあいつ倒して。来てる。ん？虫の音がする。あ、来てる。これ微妙に外来るかな。ここら辺は大丈夫。オッケー。で、倒して。ちょっと減っちゃったけど。あとどこだ、どっか、こっちの方に。いた。いた。いって、最悪。意外に減ったな。ここはあれか、ガラドールがいたところだ。で、ガラドールがいたところから、ショートナイフなんかある。あー、まあボルトはいいや。先進んで、ここの下に落っこったのか。じゃあこれ壊して、ショットガン、こちら辺にはないんだよね。あ、ちょっと待って。探求の書2、最終段階、人と虫との融合。羊殿は自ら実験に志願した。ラモン様に尽くすために大いなる合一はなされた。 U3 の名を捧げる。3は最も美しく完全な数字。石泥売り当て、タバレラ学費。え、魔剣、ラモン様を支えている。腕は2本必要。次は私が忠義を尽くす時だろう。腕を捧げたってこと。スピネル、やった。
で鶏がいる。ここで卵を手に入れろってことか。ハンドガン。ラモン様、明日の手術をもって私は人の枠を超えた遥かな高みに行く。素晴らしい。ラモン様への忠誠心だけがこの胸の内に残った唯一の光。あ、これか。で、立体オブジェでしょ？ん？どういう、あれだ？これいけない？逆だな。あ、こうか。で、なんだこれ？あ、卵、金。いや、金の卵は売りたいよね。だって投げたくないんだけど。鶏、コッコ頼む。産んでくれ。卵を。俺には今卵が必要だ。ラモンの国会。サラザールの血の鉄槌をお与えください。初代当主は聖なる教えを邪教などと呼び、正しき教団に身も凍る弾圧を加えた。ロス・イリミダスの司法を奪い、この城の地下に封じた。なんたる不尊、なんたる冒涜。幾度我が身に流れる奴めの血を恥じたことか。贖罪の日が来た。サドラー様、プラーガをお返しいたします。罪深き者はガナードに生まれ変わる。あなた様の家畜ラモンを褒めてください、撫でてください。はあ、私はしもべですみたいな感じだね。これか。まあ汚せってことだから、まあ別に銃撃ってもしょうがないもんね。投げるか、金の卵を装備してなんか使ったらもったいないよね。で、顔に直撃するべちょ。終わった。依頼が達成できた。まあまあしょうがないでしょ。あ、産んでくれる、もしかして今。タイミング悪ー。そういうわけではないか。おお、産んでくれた。お、茶色。まあまあまあ、体力回復薬として。体力回復薬として今食べちゃおう。うまい。生卵だからな、言うて。じゃあちょっと戻りますか、宝探しに。またなんか探索会的な感じにはなっちゃうかもしれないけど、でも取れるものは取っておきたいよね。ということで、こっち側、逆側か。あ、いる。ちょっと待って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 、いつの間に復活してる、お前。あ、上にもいたな。てかいっぱいいる気がするな。もう無理か、遅かった。あそこ行くと復活すんのか。こっち側まで来る。てかどこに何があったっけ。ショコ、ショコ、あれか、あの鎧がいるところだ。マジで行きたくねえんだけど、あそこはだけは本当行きたくない。てかもう来ちゃったけどさ、強固体はもうさすがにいないよね、多分。もうあのチャプター変わっちゃったから。あ、いる。残忍な騎士。いや、いっぱいあるな、やっぱこっち。ちょっと一回さよなら、一回さよならさせてください。で、大廊下、大廊下はどれだ。あ、こいつが持ってんな、これを。カン、アレキサンドライトで、だいぶまあ戻れるっちゃ戻れんのか。こう来て、こう来て、こう来て、で、ここに来て、で、剣の間があって、ここもあれだっけ。いやー、そうだな、ちょっと一旦戻るか。行きましょう。で、これ、お、どっちだ、今度逆だな。こうか。お、なんか良さそうなの。天使の女神像、天秤か。
こんなところにイエローハーブが、やったぜ、戻ってきてよかった。じゃあ宝石もちょっと全部揃ったんで、これを全部くっつけよう。あ、間違えた。ここここで、ここで高いやつでいこう。こことここ、おお、5カラーボーナス 2.0 でサラザル家の面汚し。スピネルもまあまあまあ溜まってはきたっちゃ溜まってはきたのか。で女神像も売却専用だから売ります。虫も売ります。え、これ10万とか、すごっ、凄腕鑑定士なんか手に入れた。金が一気に潤沢になったな。潤沢になったけどめちゃくちゃ金かかるな。4000円、ボディアーマー。あとはいえ欲しい武器があるわけ。ゲロケランか、持っとくのありだな。これあのアイテムボックスに預けられるからね、全然活用してないけど、買えるときにちょっと買っちゃうか。ロケラン、ノースペースだし。ちょっと一回整理して、クラフト、あぶね、緑赤とこれに黄色を混ぜます。からの、あ、これもいらねえな、サブマシンガンの弾も。ちょっと売るやつ売るか。サブマシンガンいらない。まあそんなもんか。で、セーブポイントで入れ替えで、これちょっとでかいから一回預けよう。で、ロケラン買っちゃおう。もう最悪どっかで使う。で、これをロケランを預けて、で、スティングレイを取り出す。よし、これで OK です。じゃあ、あとは初歩系の宝か。マジで行きたくねーけど行くしかねーか。いや、怖っ。ここが一番怖えわ、初歩が。はっきり言って、どうなってる？こっち側進んで、あ、ネズミがいる。やったー、害虫駆除達成できた。それだけで来た価値はある。どうだ、いるか。この青い炎どうなの。青い炎の元にいれば一応大丈夫的な。ツボで、こっち行って下行くと多分強固体のところか。この上の2つを回収しに行く。一応明かりはついてんな。どうだ、強固体も最悪マグナム投入だよね。いる？いや、わかんねえ。いる？ちょ、しゃがむ。音するよな。あ、いるわ。いや、怖っ。この逆側か、ギミックトレジャー自体は。てか、明かりついてっけど。大丈夫？ショットガンを。投入する。どうだ、え、どうなってる。わからん、わからんけど、レオンだったらなんとかなるし、スピネルを手に入れたし、よしよしよし。で、この裏側か。え、ちげえな。あれ、どっちだ。あ、いた？今。あっちにいるな。
邪魔者はもう全て排除したい。できることならばこれも接近して命令かけてで一発倒す。さすがショットガンマジで強いわ。でスピネルか、美味しいな。あれどこだ、まだガチャガチャ音すんな。あれどっか天井にあるとか、分からんマジで。この上とかあったっけ、2階的なとこ。この上か。でこっちに来て、あここにあるか。上ギザギザのどうだ、こうか。え、なんだあれ、これアサルトライフルじゃん。でかっ、ちょっと待ってマジで。クラフトマグナムの弾作るか。じゃあよし、これで全部入った。あれどれ、これか。え、まあ20発入ってるっていうのはでかいな。どうなんだろう、いるか。あれ上の書庫ってこれだけ、あれこれだけだっけ。下の強固体を倒しに行くかどうか。どれだ、これだよね。20の3 3の3、やっぱそうだよ、だってライフルの弾使うもん。まあいいや、ちょっと20発分だけありがたくいただいておくか。じゃあこれ下どうやって行くの、あこっちから行くんだ。あれこれ上の方行くとどこ行くんだっけ。まあ、意外に鎧倒せるっていうのが分かったっちゃ分かったからな。ライフルの弾が、まあ、強いのかどうかっていうのもあるよね。あれどっから来た。いまいち宝のありかが分からん。あれここじゃねえな、これは取ってある。そもそも上にぶら下がってるからとかもう上見ながらここ行くとどこ行くんだっけ。てかエレベーター行けねえわ。そうか、ここで止まっちゃったのか。止まっちゃいました。でここはアシュリーで来ました。でこっち側があります。はしご下ろせます。あそれでここに来ます。で結局またこっちか。なるほど。いや強固体とかなんか行きたくねえな。ここの書庫のギミックトレジャーが分からん。なんかどこにあるんだかが分かんねえ。じゃあ下に向かっていきますか。こっち来て強固体倒してこれを手に入れよう。マグナムの弾最悪投入します。10発予備があるんで、6発装填されてんのと10発予備があるので、ここには何もないから下へ向かって、マグナムは上上、ここから狙えない？あれちょっと待って、高倍率スコープどうなってる？俺高倍率スコープどっちにつけてる？パーツ着脱
スティングレイ。あ、そうか、スティングレイを外したからか。え？マジで意味わからん。一発殴ってみる、ここ、これで。ここだけだ。効かねえ。1対1だったらまあまあまあ。レロやつら2人が来るとかなったら最悪で、後ろの最悪なんだけど、ご一行とかいらんわ。ドン。ちょっと待って、これ一回先行手榴弾、いや強化、ちょ、今どうなった、これでドンドンのドン。マークダウン打っちまったよ。もったいないもったいないもったいない。ドン。よし、でここで、ね、すげえ振りかぶってたけど、ここでドンで、やつらは多分倒せるはずで、1対1に持ち込んで、後ろにあれがあるのか。まずこれでなんとかいって、マジ強固体すぎだろ。ちょっと本当に強いんだけど、黄色使おう、こんなところに1個。ハンドガンでなんとかなるか。あれに当たってる段階でダメ。ああ、来た来た来た。これさ、ちなみにさ、これでいけんのか。これ一発で倒せれば。倒した、残念な騎士。まあ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 、イエロー、まあ、プラスであれも手に入るしね、スピネルも。何個だっけ、残忍な騎士って。で、あそこを取りに行きますか。こいつらはもうさすがに大丈夫でしょう。え、てか行けない、レオンだと行けねえんだけど。え、どういうこと、小さく幅が小さすぎて行けねえわ。あ、取れねえわ。じゃあギミックトレジャー、え、ギミックトレジャーって、だってさ、これ倒せないっしょ、どう考えても。弾使ったって、まあ、無理だよ、無理無理無理、固まってるしね、めちゃくちゃ。え、いけないんですけど、そういうこと。あ、これ壊しとこう。よしよしよし、ベルベット。じゃあ一回商人のもとへ戻りますか。こういう壺壊しながら、よしよしよし、たまたまたま、逆側もあるかな。あ、あるわ。オッケーオッケーオッケー、強化シルダーもゲット。じゃあ帰ろう。じゃあ武器商人のところで戻ってきましたので、害虫駆除でスピネル3、残忍な騎士でスピネル8、でかい。てかもう30あるし、特殊解錠チケット作れるわ。ちなみにマグナムってどうなる、 1.5 倍とか超強くね。完全最終兵器になるな、ありだな。どうする、今この段階で。でもマグナムって多分もうちょっとあるよね。一応じゃあ30個をキープしつつ、またスピネル貯めていく感じにするか。でベルベット、これ修理して、ちょっと修理代に金がかかんな。じゃあマグナムどうするって話だよね。18、いや悩む。まあいっか、とりあえず一旦これで、あ、そうか、これがいらないっちゃいらないんだよな。20発あんのか。20発打ち尽くしてから売るか。2万円で売れるんだったらまあありだけど、ちょっと今のところいらないはいらないな、預けとこう。装備欄が圧迫されちゃうんで、さすがにこれ預ける。
で、いざとなったら取り出そう。で、だいぶ、まあまあまあ、開いたな、これで。まあ、そんな感じで、ちょっと、今回も探索会にはなってしまいましたが、ここで終了したいと思います。次回はこれに乗って、多分あっち側に行くと思いますので、まあ、続きは次回やっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。